コリント人への第1の手紙第14章、愛を追い求めなさい、また霊の賜物をことに予言することを熱心に求めなさい。異言を語る者は人に向かって語るのではなく神に向かって語るのである。それは誰にもわからない。彼はただ霊によって奥義を語っているだけである。しかし予言をする者は人に語ってその徳を高め、彼を励まし慰めるのである。異言を語る者は自分だけの徳を高めるが、予言をする者は教会の徳を高める。私は実際あなた方が一人残らず異言を語ることを望むが、特に予言をしてもらいたい。教会の徳を高めるように異言を解かない限り、異言を語る者よりも予言をする者の方が勝っている。だから兄弟たちよ、たとえ私があなた方のところに行って異言を語るとしても、啓示か知識か予言か教えかを語らなければあなた方に何の役に立つだろうか。また笛や盾ごとのような楽器でも、もしその音に変化がなければ何を吹いているのか弾いているのかどうして知ることができようか。またもしラッパがはっきりした音を出さないなら、誰が戦闘の準備をするだろうか。それと同様に、もしあなた方が異言ではっきりしない言葉を語れば、どうしてその語ることがわかるだろうか。それでは空に向かって語っていることになる。世には多種多様の言葉があるだろうが、意味のないものは一つもない。もしその言葉の意味がわからないなら、語っている人にとっては、私は異国人であり、語っている人も私にとっては異国人である。だからあなた方も霊の賜物を熱心に求めている以上は、教会の徳を高めるためにそれを豊かにいただくように励むがよい。このようなわけであるから、異言を語る者は自分でそれを説くことができるように祈りなさい。もし私が異言を持って祈るなら、私の霊は祈るが、知性は身を結ばないからである。するとどうしたらよいのか。私は霊で祈るとともに知性でも祈ろう。霊で賛美を歌うとともに知性でも歌おう。そうでないと、もしあなたが霊で祝福の言葉を唱えても、初心者の席にいる者はあなたの感謝に対してどうしてアーメンと言えようか。あなたが何を言っているのか彼には通じない。感謝するのは結構だが、それで他の人の徳を高めることにはならない。私はあなた方のうちの誰よりも多く異言が語れることを神に感謝する。しかし教会では一万の言葉を異言で語るよりも、他の人たちをも教えるためにむしろ5つの言葉を知性によって語る方が願わしい。兄弟たちよ、物の考え方では子供となってはいけない。悪事については幼子となるのはよいが、考え方では大人となりなさい。律法にこう書いてある。私は異国の舌と異国の唇とでこの民に語るが、それでも彼らは私に耳を傾けないと主が仰せになる。このように異言は信者のためではなく未信者のための印であるが、予言は未信者のためではなく信者のための印である。もし全教会が一緒に集まって全員が異言を語っているところに初心者か不信者かが入ってきたら、彼らはあなた方を気違いだと言うだろう。しかし全員が予言をしているところに不信者か初心者が入ってきたら、彼の良心はみんなのものに責められ、みんなのものに裁かれ、その心の秘密が暴かれ、その結果ひれ伏して神を拝み、まことに神があなた方のうちにいますと告白するに至るであろう。すると兄弟たちよ、どうしたらよいのか。あなた方が一緒に集まるとき、各自は賛美を歌い、教えをなし、啓示を告げ、異言を語り、それを説くのであるが、すべては徳を高めるためにすべきである。もし異言を語る者があれば、二人か多くて三人の者が順々に語り、
そして一人がそれを解くべきである。もし解く者がいない時には、教会では黙っていて自分に対し、また神に対して語っているべきである。予言をする者の場合にも、二人か三人かが語り、他の者はそれを吟味すべきである。しかし席にいる他の者が啓示を受けた場合には、初めの者は黙るがよい。あなた方はみんなが学び、みんなが勧めを受けるために、一人ずつ残らず予言をすることができるのだから。かつ預言者の霊は預言者に服従するものである。神は無秩序の神ではなく平和の神である。生徒たちのすべての教会で行われているように、婦人たちは教会では黙っていなければならない。彼らは語ることが許されていない。だから律法を命じているように服従すべきである。もし何か学びたいことがあれば、家で自分の夫に尋ねるがよい。教会で語るのは婦人にとっては恥ずべきことである。それとも神の言葉はあなた方のところから出たのか、あるいはあなた方だけに来たのか。もしある人が自分は預言者か霊の人であると思っているなら、私があなた方に書いていることは主の命令だと認めるべきである。もしそれを無視する者があれば、その人もまた無視される。私の兄弟たちよ、このようなわけだから預言することを熱心に求めなさい。また異言を語ることを妨げてはならない。しかしすべてのことを適宜にかつ秩序を正して行うがよい。